現場から中継です。たった今 VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕するため警察による家宅捜査が行われました。マジ？私もびっくりした今。犬神コロネさん、え、コロさん。犬神容疑者は動画サイトを通じてこのビルにファンを集め洗脳を行っていたようです。はい、洗脳した信者をコロネスキーと呼び国家転覆を企らせたとして警察に連行。マジ？コロさんそんなこと企んでたの？出てきた。悪びれてないね。この顔は。え、何？邪教施設で洗脳か、他の女に浮気は許さない。逮捕。国家転覆の疑い、自称 VTuber 犬神コロネ容疑者。自称でもないと思うけど、割と多少でも VTuber と言われているでしょう、犬神コロネさんは。この顔である。ちょっとあれですね、犯罪者とはいえコロネさんの人権が本当に無視されていますね、これは。コロネさんすごくちょっと悪い顔してます。笑っています。とても悪そうな顔していますですね。あ、私は報道を担うものとしてインタビューを試みたいと思います。犬神さん洗脳していたんですか？国家転覆しようとしていたんですか？知りたい。犬神さんその表情何ですか？え、わわわう、何撮ってるんだよ。コーネはいつもみんなの心の中にいるでな。洗脳してやるでな。コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳中。せーの、コロネがせーの、かわいいコロネがせーの中。せーの、せーの、コロネがせーの、かわいいコロネがせーの中。ほーら、洗脳ソングが聞こえてきたでな。せーの、せーの、コロネがせーの、かわいいコロネがせーの中。せーの、せーの、いで。かわいそうでしょ。首、え、首もげたで。コーネがしばき上げパンチングをかまされるとは。大丈夫？首。コーネは必ずシャバに帰ってくるでな。大丈夫？コロさん、そもそも、首座ってへんよ。洗脳、洗脳、コロネが洗脳、かわいいコロネが洗脳。おいしい！ぜはははは、ぜはは。すごくコロさんに詳しいな。ちょ、大変なことになってる。コロさん、コロさん待ってるよ、帰ってくるの。コロさん、なんかこれ見た後だとちょっと泣けるやん。泣けないけどさ、別に泣けないけどさ、あのコロさんだって今さ実際休んでいらっしゃるじゃないですか。待ってるよ、待ってるよコロさん。めっちゃ見とる。いや、何回しばかれんねん。警察も、え、お前大丈夫？だいぶ力強いな。誰？ちなみにあれ。邪神コロネステッフ協力ホロライブプロダクションゲームマガジン、おもろ。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.